2日目最終12レース S 級準決勝3組目スタート。4番の群馬天田裕樹が前に出ました。1番の林圭次郎、2コーナー手前、その1番林が今度は前に上がって先頭位に追いつきました。4番の天田が2番手、外に2番の小川慎太郎、3番の小林圭介が4番手、後方から5番の山田秀明、7番の東谷翔太、6番の蛭田総一郎、現在7番手、2番下の小川が車を下げていきます。少しずつ隊列が整って関東が中断、地元九州3人が前でまとまります。2周1コーナー、中四国勢が6番手7番手、隊列が3対2対2で整いました。1番の林圭次郎が1番前です。予選は3番手からまくり追い込みで勝ち星、初一特選3着5番の山田秀明が今日は林の番手、7番東谷翔太が九州3番手固めていきます。関東勢まずは4番の天田裕樹、前を任されました。初手は中段4番手から、さて勝負どころどう対応するか。3周目です。番手は3番小林圭介、予選6レース山口マーク4番手から直線追い込んで3着、6番手から6番蛭田総一郎、予選9レース打ちすくい3番手、奪い返してからまくり返し決めての2着です。追走は自力持っている2番の小川慎太郎、独占競争は竹内マークの一戦でした。車間も少し空けている6番の蛭田、どこで動いてくるか。チラッチラと林が後ろを相当警戒、勝負どころ打勝の周回、残り2周通過と同時に一気に6番の蛭田がスピードアップ、1センターで前に出ます。関東勢が2コーナー外から追い上げますが、1番の林が中段キープできるか。カニを迎えますが、5番の山田が絡まえて内側からドッキングできるか。先頭から4番手、九州と中四国ジグザグになってしまった。先頭から5番手までジグザグ状況で、3番手から山田裕樹追い上げ策、6番の蛭田が1コーナー1車下げたが、2番の小川慎太郎切り替えた、5番山田の後ろに2番の小川が切り替えて、6番の蛭田は包まれました。最終の3コーナー、関東勢天田が仕掛けますが、ここは4番手から7番の東谷、3番手から小川回せます。直線コース、1番林先頭、5番の山田秀明かわしました。5番2番か、あとは1番3番7番3着争いどうでしょうか。正式な決定をお待ちください。最終ホームでは中四国九州が前から5番手までジグザグの状況に一旦なりまして、最終ホームから追い上げた5番の山田秀明が林の後ろをドッキングして最後かわしています。2番の小川慎太郎が4番手から追い込む形で5番2番、1番の林選手が内側残っての5番2番1番で入着の模様です。